ナッソーはアメリカ海軍の揚陸艦。タラワ級教襲揚陸艦の4番艦。艦名はアメリカ独立戦争において大陸海兵隊がニュープロビデンス島のナッソーへ2度にわたって襲撃を行ったナッソーの戦いに由来する。その名を持つ艦としては2世紀目。ナッソーはミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で1973年8月13日に寄港する。 1979年7月28日に収益した。ナッソーは海兵隊の一個療養船大隊並びに、その装備を揚陸させる能力を持つ。艦内には1400のコンパートメントと9機のエレベーター、2機の垂直コンベアが装備される。手機として2機のボイラーを装備し、それらはアメリカ海軍内でも最大の機材である。 2機のボイラーは1時間あたり400トンの蒸気を発生し、14万馬力の出力を生じる。ナッソーの発電システムは14メガワットの電力を発生し、管内に電気を供給する。建造には、鉱材2万トン以上、アルミニウム3000トン以上、600キロメートル以上の配線及び130キロメートル以上の配管が使用された。また、300床を有する。 救護室、四つの治療室、三つの歯科治療室も装備する。ベイルート海兵隊司令部爆破事件から4ヶ月後の1984年2月、ナスソウは第24海兵揚陸部隊を乗せ、ベイルートに展開した。ありがとうございます。